皆さんこんにちは、タイタです。電波人間の RPG 今日もやりましょう。はい。さて、今日なんですけど、ちょっとエクストラステージが地獄だということが分かったので、ちょっと頑張っていきましょうか。さあ、そして今日なんですけど、多分コータのレベルが100超えると思います。頑張っていこうか、これ。100いきたいね。で、ろくろー、まあ、いっか。ろくろーは、あ、でも、満腹にして上限上げとこうかな。もう、ね。なんかキャラクターによってね、好物があるとかいう話をなんかコメント欄でも教えていただいたんですけど、どういうことなんでしょう。何が好きとかあんのかな、人によって。ごちそうさまです。癖になりますね。今6、あ、こういうやつかな、もしかして。ねえ、今6だったよね、上がったの。ごちそうさまです。ごちそうさまです。あ、5だ。あ、なんか一言コメントついてるわ。こういうことか。いただいて。これ18上がるんだね、これで多分。ごちそうさまです。ってなりますね。へえ、そういうのがあるらしいです。皆さん知ってましたか？みんな知ってたかもしれん、ね、ごちそうさまです。よし、じゃあちょっとね、今からよいしょ、上限突破しましょう。さあ、六郎がこれで、レベル71までいきます。71。さあ、 SP からつくのかどうか。頑張れ SP から。せい SP カラーは、ついてないかな、多分これ。わかんない。ついてくれ、頼むぜ。さあ、みんなちょっと回復もちょっと強くなって、結構やっぱね、みんなちょっと回復がかなり肝になってきそうだよね、今後なんだけど。作れてよかったよ。はい、ではでは行きましょうか。さあ、今日はついに、駆け出し者の水の、じゃなくて氷の試練か、行ってみたいと思います。まあ、上から順に攻略していきましょうか。頑張るか、駆け出していこうぜ。スタミナ消費2なんだよね、エクストラって。結構しんどいなっていう印象。おい、こんにちは、おじいちゃん。仲間と宝探してきたんじゃが、この奥には行けそうもないわい。対効率属性の装備をしてきたが、あんなモンスターがおるとはの。大変なので、ね、わーい、ツルツル滑って面白い。苔のところ滑ると、ねえ、石板にぶつかんないよ。少し曲がれるからね、だって。こういうこと？わかんないけど。バッチリだよ。さて、なんかいろいろ売ってるみたいですけど、買っとく？なんか。何がいるかなぁ。まあ、ぶっちゃけ欲しいもんないけどね。ニットボーダー見たことないや。で、こういうシリーズが買えるよってことで。まあ、いらなかったな。うん。大丈夫です。よし。よっしゃ、さあ、行くか。頑張っていきましょう。さあ、どんなモンスターがいて、どんな感じなのか。で、苔のところがどうこうか言ってたね。さて、敵も新しい敵もいます。霊国長って。しっかり倒しながら行こうか。蝶ちゃんですね、蝶ちゃん。蝶々。経験値もうまい。よし。いいね、みんなもレベルをワンチャン100いくかもね、今回で。で、この子たちのね、あの、証もしっかり狙っていきましょうね。さあ、おー、待て。これ意外とね、速度速いな。おい。100ゴールド。よいしょ。これね、マップが結構ややこしいから、エクストラステージって体感で言うと全部。なので、ちゃんと全部見ていきましょうね。宝、意外とね、レアなものが多かったりするから、エクストラステージ、通常ステージに比べて。なんでね、しっかりと回収しながら行こう。コータレベル次99だ。いいぞ、みんな。お、霊国長の証、証ゲットです。あるかな？わかんないよ。なんか、よくいっぱい送られてきてるから、その中の一つに入ってるかもしれない。よし、こっちは何もないね。さあ、行こう。左に宝箱がある。ここなんか床の色変わってるけど、なんもないね、これ。疑心暗鬼だ。うわー、見てて、猛毒。待て。意味がわからん。助けてーやっと落ちた。はい。黄金の鍵、ゴールデンキー、センキューキー。よし。さて、豚ちゃんですって。フロストコブリン。新しい豚ちゃんだ。新しい豚ちゃんよってことでゲット、ありがとう。よし。1対1番サポーターがレベルついに99。100、見えてます。100、いっちゃうか、ついに。うわ。ちょ、氷のダンジョン、嫌だな、なんかほんと。これ絶対下抜けれる。ドゥン、あ、宝箱見つけたよ。経験値プラス 10%、いいもんですね。今のところ全部多分あされてるね。このペースであさっていこう。おーいっす。
さあこちら、わーなんか青チョコボみたいないるけど、よいしょ、鳥ですね鳥。毒があるのが嫌だな床に。しかもあれ猛毒だよね、ダメージでかいんだよな相当。ハネペン、何ハネペンって。ハネペン、貫通体力回復ですね 8%、 結構回復するんだ。回復装備をさ全身につけたらめちゃくちゃ回復しそうだよねこのゲームって思うね。よいしょ、嫌すぎる。なんだよここもう勘弁してくれよ。よし、ライフ。氷のフィールド広すぎるねこれ。よし、さあみんなレベルどんどん上がっていく。フロストゴブリンの証、来た来た、ゴブリンゴブリンゴブゴブゴブリン、で多すぎる敵が今の俺たちだったらどれぐらいやっつけれんだろう。あーでも言うて結構やっつけれんだね。 500? なんか思ったより効く。え、強敵すごいね、敵の強さ。7万経験値とかもらったら今でかすぎ。お金も100円でしょ今の意味わからんね。さあサブラの回復、700回復すんだもん今。ちょっと回復、ちょっと回復しますようさん。よいしょ、これ出口か、下のこれは出口だねここは。よし、さあ今度はじゃあ左行きますか。いやなんか毒だったりツルツルだったり矢印の床があったり、いやマジでここのマップ性格悪いよ今んとこ。この先氷の大木に注意に、黄金扉で回復せよ。だっていいよ回復は、多分取り逃しはないでしょうおそらくですが。はい、では1階部分攻略完了ということで行きましょう。ボス戦ですね多分。さあ何が来るのだ、ボスよ来い。木だ。うわ、ウッドは初めて見るタイプの敵だ、すげえ。木男、氷の大したるわしに挑むとは、お主大した度胸を持っとるな。だがわしの歯が乱舞するとき、お主は絶望を味わうであろう。なんだ絶望を味わうって、勝負しようぜ。さあレベル50ですね、50、60、70って感じかな多分。敵のレベルが、ボスのレベルがどんどん上がっていく感じで、50、60までは簡単に勝てるでしょう。反撃ノーダメですけど、おつぽいよ。よし、いいぞ。あ、コータレベル100、おめでとう。ペナスちょっと低いな思ったより。あ、福引き券くれた、いいやつだ。 Thank you。 福引きも引かなきゃな、またガチャしに行こうぜ今度。え、なんもないね、人がいる。どうもー、あの恐ろしい大木を倒すなんで、あなた強いよね。でも疲れてるなら帰れるわよ、大丈夫です、また今度行きます。人めっちゃおるやん。また仲間とはぐれてしまってね、先と進むか迷ってる。この先は空中飛び回るモンスターもいる、おまけに毒沼も多い。毒沼が多いってのはね、ガチで嫌、ほんとやめてほしい。これ芋虫だ、なんかすっげえキラキラしてるなこの芋虫。ねえ、めっちゃキラキラしてる冷凍ナマコ。綺麗な顔してんだろ。ああ、かわいいナマコだぜ。経験値高い。よし、これみんなワンチャンレベル行きそうだね。上に、上の世界へ。下はなんだここ。あー、ここ氷ないんだ。お、冷凍ナマコの証、冷ナマも落としてくれたね。あれ道が、あー、左上ね今度は。大丈夫、多分大丈夫、行こう。宝箱、わあ、サソリがいるけど、先宝箱だな、これは。ゴールド 10%。もっとくれ。サソリ囲まれてる。アイスサソリ、そのまんまだ、こいつ。アイサソ。ほら、赤しょこせ。いや、でも割と今回ね、いいペースで赤しは落ちてる気がする。こいつは覗く。どっちだろう、順路。上が多分順路。ってことは、下は、ない。無。無。サソリがいるだけの無。
なんか謎空間多い気がするエクストラダンジョン。なんか今までのメインダンジョンって割と綺麗な作りだったりするんだけど、エクストラなんか変な空間が多い。ここに隠し通路あるかもねー、でもないよみたいな。ちょっとやだ、あいつはそれ証。なんかやだ感じ。行くぜ。よし、もうサソリ倒さんでやろ。あう、これはなんもない。ここもおい、ナマコももういいでしょ。よし、で宝箱何かね。これはマスカレードマスク。なんか良さそうなマスクですね、これ。マスカレードマスク。まあ、顔ですね。顔。貫通なしになって、毒耐性と毒になる。毒を付与する系のやつですね。みんなも毒をあげよう、みんなに。なんだこのでかい雪、初めて。キモ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 い。ワニと虫？アイスフライ。キモ！目はハエ。ハエなんやろな。キモー、岩の敵。あ、コータ100マックスなった。え、これ上限解放もうないよね。ちょ、見に行ってみよう。レベルキャップありますって言われて。うわーってもうおかしくないよな。だって敵あまりにも強かったし。だってこの後、敵がだって70、最低70とかだったらレベルだって90の敵とか出てくるでしょ。まあ100で90の敵倒すとおかしなことじゃないんだけど、電波逃げの RPG レベルマジでプラス10ぐらい欲しいからさ、もっと欲しいから。結構厳しいゲームですから、そのゲーム。毒沼でもいい。100円、ありがとうございます。よし。宝箱は順調に回収しながら。え、研究員さんだ。私は氷の研究がしたくてみんなと一緒に来たが、ここの寒さは想像以上だ。誰かに防寒着を借りるほかない。奥から聞こえる巨大な翼は一体。レッドブルー。翼を授ける敵。まあ、ここまではいい。うわぁ。また、ドラゴンだ、アイスドラゴンだ。洞窟を荒らす者よ。私と戦うというならいいことを教えてやろう。お前は私の氷でいてつき、ここに来たことを悔やむのだ。さあ、レベルは60のボスですね。行きましょう、ボス戦。アイドラ。まあまあ、ここら辺も雑に戦えって勝てるでしょ。反撃持ちか。痛い。こうだ、レベル100なんて。食らえませんけどね。反撃だ。痛い。130。眠り攻撃付き、こいつ。もう出た、フリーズブレス。寒い。痛いよ。反射撃返す。反射ダメージ。え、眠らされるのちょっとうざいな、こいつ。寝すぎじゃないねえ。ガブガブ。よし、チカ。よし、チカも寝ちゃった。みんな寝ちゃったよ。コータパンチ。コーパンク。危ない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 。いや、急に強敵。状態異常とかちょっとやらしいことしてくるのね。アイスドラゴンの証、ありがとう。でかすぎ。ちょっとやだな、この敵。これ、クラスの敵がガンガン出てくんだろうね。よし、みんな回復。だいぶ回復量高なってきたね。いいね。あのドラゴンを倒したのか。相当疲れてるだろう。帰ってはどうだ。上は大型のモンスター。大型か。人めっちゃおるやん。一緒に来た私のおじさん一人で奥に行っちゃった。ここは安全だからって言ったけど気合で宝見つけんだって。ねえ、お兄ちゃんでかいモンスターやっつけたんだ、すごいね。 おじさんに会ったら風邪ひかないで出て伝えてね。でもこの人らもドラゴン倒してこれてんだよね、ここまで。うわ、キモい芋虫いる。アイスワーム、すごい量。え、やっつけらんないな、一旦で。あー、どこでやっつけて、一旦でいけます。全然いけます、一旦で。ちょっとびっくりしちゃった。よし、だってどっちだと思う。なんか左行くか、飛んでる鳥いるし。何これって、ブリザードプテラ。いやー、大変だなこれ。まあ、マジで見てわかる通り、一旦で敵はやっつけれなくなりました、ついに。まあ、ロクロが足遅いから。いや、でも関係ないよな。でも行ったでやっつけらんない。ロクロの持ってるムチを誰かに渡した方がいいかな。あの、ロクロの持ってるムチが複数人同時攻撃なんですよね。ちょっと面白い。お、千一郎攻撃力1000。いいね。
いやみんな乾燥するじゃん、レベル。あ、ブリザードプテラの証。Thank you。 よし。さあ、これ、ちょっと、こっち純6星だ。戻るか。宝箱が欲しいんだよね、俺は。何より。あったあった、宝箱。100円。でもね、今回宝箱がね、外れなんだよね。だいたい100円入ってる。あ、でも言うて、いろいろゲットしてんだね、アイテムは。まあ、元から入って宝箱ばっかだもんな。証が多いし、結構。いいペースです。だって、虫まだ証持ってないよね、多分。わかんないけど。くれ、証。レベル上がったから、ギリ勝てる。勝てないか。じゃあ、なんとかしてくれ。よし。まあ、もうちょっとしたら、AP、魔法系解禁していこうか。雑魚敵戦、ボス戦でダメージ食らいたくないから、ボス戦までに。ね。ボスで100いきそうだね、みんな。じゃあ、プテラは無視して。よし。行こうか、先へ。そろそろゴールかな。何もないね、ここ。うわ、で、な、え、これボスみたいなやつじゃないの、こいつ。今までいた。ねえ。頼むよ。バケモンいるけど、雑魚的で。ほんと。なんだこれ。ホワイトベアって。ベアベアです、ベアベア。よし、行けちゃう。ヒゲ下が。落とせ。あ、なんかめっちゃ落ちる。ワイスワーブ、ホワイトベアダブルゲットだぜ。うまうま。もうホワイトベアもういいよ、もういいよ。もういいよ、ゲットしたから証。おお、宝箱出た。羽ペンもう拾った。それ羽ペンはもう 8% 回復するやつ。じゃあ助けて、助けて、助けて、助けて。わあ、いけた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 。よし、もう虫もいい、虫もいいし、何もいらない俺は。下ある。隠し道やめろ。クリティカル 10% ブーストアイテム。嬉しい。さあ、そろそろゴールでしょう。あ、黄金のやつがあるね。こんにちは。ハキショウジキショウ！モンスターは怖かねえか、寒いぜ。奥で氷が砕ける音がしたでかいモンスターがいるのか。さて、エクストラダンジョン氷のボス。ルルルルルルル、とても騒がしいな。何こいつ。うわー、出た。一面のロックなんとかの色違いだ。静寂を破る者許さない。洞窟を荒らす者もっと許さない。俺と尻尾で粉々にしてくれる。70だね、敵のレベル。たけー。さあ、行きましょう。アイスゲーター。ここで解禁炎1200。みんなの思いが君に刺さるぜ。水鉄砲効くんか。効く、水鉄砲も。のどこパンチ、のどこパンチ、せんせんせん。もう3000以上。そして炎タイプ、もう一丁。爆発900、約4000ダメージ。いいね、いいね、いいね。アイスファング、なぎ払い。うざいなこいつ。ドクロパンチ、意外と耐えるな敵。あとどれくらいだ。でももう終わりのローだと思う。ああ、結構ローだね。いけ。ぐるる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 。なんだ吠えてますね。じゃあな。よし、オッケー、ナイスー。よかったー。さあ、これで99。いいね。100手前までいったね、みんな。あ、アイスゲートの証。証落ちすぎやって、今回。どうした？前回ドロップ率引くって言ってたんだけど、意外と高いかもしれない。フェイズ、道中は、ちゃんと探索できてるはずです。こんにちは。あの巨大オートモンスターを倒したんだな。あ、いや、いや、あんたはすごいお人じゃ。洞窟入り口で弱音吐いてる。わしと友をいらってほしいわ。ねえ、疲れた歌の宝持って帰りなされ。ウイス帰ります。何くれる？ジュエルだー！やっぱうますぎる、ジュエル。なんでこんなうまいんだろ、ジュエルって。はーい、ということで、お金も1000、1ジュエル。そして、証たくさん。鍵に、なんか装備たくさん。ありがとうございました。どん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 。すごい。あと、青チョコボと、キモいワニ虫だけだ。一気に埋まったね。いいペースです。はーい。
さあ、とりあえずじゃあ今回ここまでにしましょうか、皆様。さあ、なんとかエクストラダンジョン編、頑張って進めていきましょうかね。初めて見るモンスターとかもたくさん出てきて、なかなか面白いですね。で、駆け出しをクリアしたら、やっぱり出てくるの。出てきてるなぁ、これ。これやばいな。駆け出し全部クリアしたら次、冒険編なんだ、絶対に。これはね、怖いね。残りも頑張っていきましょう。はい。それでは、また次の動画で、ダイダラでした。おつぽいよ。